フェアリー・シー・フォックスフェアリー・シー・フォックスは第二次世界大戦の前にイギリス空軍に採用された単発・複用の偵察機である。巡洋艦に搭載する水蒸気として開発され、第二次世界大戦の中頃まで艦隊の目として活躍した。シー・フォックスは放火オスプレイに代わる関西水上偵察機の開発仕様に従って開発され、 原型機は1936年5月に初飛行した。胴体は全金属製、モノコック構造で、翼面はハフバリの副容機だったが、カタパルト射出を目的としていたため構造は見かけによらず頑強であった。1937年により、部隊引き渡しが開始され、1938年までに64機が生産され、部隊に配属された。 これらは一機を除きすべて水上型だった。第二次世界大戦開戦時には主要な巡洋艦には本機が搭載され、偵察や弾着観測等の任務で艦隊の目として働いた。1939年の一連のアドミラルグラーフ出兵追撃戦での活躍が有名である。ちなみにイギリス側で最初にグラーフ出兵自沈を確認、打電したのは本機であった。 しかし、次第に、関西水蒸気が活躍できるような場がなくなったことも、あり、1943年には退役した。艦隊コレクション艦。これから、スウェーデン軍仕様のイフ装備として、フェアリーシーフォックス海が登場。ありがとうございます。